ちゃんおいで。ジャン君ご飯食べてるからポンちゃんおいで、こっちおいで。ねえポンちゃん、ニャントークしようよ、ニャントーク。ジャン君はトイレでした。はい、今、生配信を終えたところなんですが、面白いことがちょっと発見されました。ちょっと待てよ。はい、ニャントーク、ちょうどライブが始まってからのニャントークをちょっと読み上げてくれる。これ字が読めないな俺には。パパはどこ？大好きだよ。愛されたい。私の大好きな人を探してる。愛されたい、愛されたい、大好きだよ。間が悪い。こんにちは。愛する人、私を探しに来て。愛して、愛されたい。私を見て。無視しないで。愛する人、聞こえてるって。ということでした。ちょうど歌ってる最中に、隣の部屋でギャー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 泣いていたんですが、この人か。そう、あの人。この人か。なんでやろうか。でポンちゃんはその後、ポンちゃんここで、うん、調子はどうはちょっと違いそうだけど、無視しないでもはまあちょっとあれがあって、うん、でこっち来てとか愛してとかなので、なで、うん、愛しての後なでてあげたらすごくおとなしくなってスリスリしてた。ということで結構当たっとるかもしれません。うちの子たち甘えん坊さんでした。やっぱりやっぱり歌ってる時は機嫌悪くなってんのね。そうなのね。ということでそれでもやるよ。うん、はい、ニャントーク出して何言ってるかよくわかりませんよ。じゃんくん、あ、わかった。ブラシ、ブラシって言ってるでしょ。どこだっけ、あった。はい、ブラシあるよ。ここどうぞ。はいはい。ジャン君、さあ今日は早く寝ないと。明日朝からライブだよ。朝10時に歌うってすごいよ。ジャン君、ジャン君、ジャン君。